ジュニアレース準決勝2着で勝ち上がりました茨城の浅田選手です。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございました。関東4社でのレースになりましたけども、作戦はいかがでしょうか。増木君が本当に地元のために、そして高橋光大さんが本当に地元のために、ラインで結束して、戦うことができたおかげさまですね。やっぱ最初スタート牽制が入りましたけども、もう前になったらああいうふうに突っ張るっていうふうな作戦だったんですかね。まああの形が一番いいっていう増木君の、気持ちが伝わったあの形になったので、もう突っ張ってからは、誰も来させないペースでしたね。まあ、中段も並走していて、まあ、他を寄せつけずに逃げ切ったと思うんですけども、まあ、最後もう頭まで突き抜けそうなぐらい伸びてはいましたけども、やっぱあの辺は地元気にかける思いとか、やっぱ声援とかっていうのはありますでしょうか。本当にあの連日お客さんの、声援が、力になってるなと思うし、やっぱりその考えとかそういうのじゃなくて、もう気持ちなんだなっていうのが改めて、感じましたね。まあ、今日決勝、地元的な決勝決められて、ご自身は誕生日だと思うんですけども、どういう一日でしたか。そうですね、まあ、本当に何回も、記念、地元記念をチャレンジさせてもらって、初めての決勝っていうのが本当に嬉しく思いますし、まあ、これがまた誕生日っていうのがなんか不思議な縁だなと思うので、まあまあ、明日のまた並びはまたこれからなんですけど、まあ、どういうふうに並ぼうか、僕は精いっぱい気持ちを込めて走るだけだと思います。わかりました。では最後に決勝の意気込みをお願いします。はい、連日声援ありがとうございます。精いっぱいまた頑張りますので応援よろしくお願いします。